仙田車庫2008年6月撮影仙田車庫は、広島県広島市中区東仙田町にある、広島電鉄の路面電車車庫。広電で一番古い車庫であり、工場、変電所を併設するほか、敷地内に広電本社ビルもある。宇治那線の中間にあり、最寄りの駅は広電本社前電停。所属車両の日常検査に加え、エヴ車庫と、 嵐車庫に所属する車両の全般検査なども行っている。なお、かつては、鉄道線である、宮島線専用の、高床車と呼ばれる車両も、仙田車庫で、車両検査を実施しており、全面に廃焼機を取り付けて自力、または2000系2001号を控え車として、荒手車庫との間を改装していたことがあった。6月10日の路面電車の日に合わせて、 1995年から毎年6月初旬の日曜日に路面電車祭りを開催し施設を一般開放している。2014年9月撮影庁や夕方のラッシュ時には仙田車庫を出庫して広電本社前電停もしくは日赤病院前電停始発となる臨時便も相当数走っている。担当路線は1、3、5、7号線。 1938年11月11日に発生した火災によって、機動戦車両を中心として多数の被害が発生し、被災した車両のうち A 型11両が450型として復旧された。1975年にも車庫で火災が発生し、5 5 0系5 5 2号、9 0 0系9 0 2号が廃車になった。手前が、 旧ボイラー室で現在は、事務所、奥が変電所被爆建物である変電所と事務所は、1912年に、広島電気機動火力発電所として、発電機と発電用ボイラーを収容するため、建設された。当時は、レンガ造りの地上1階地下1階の二棟。1934年老朽化と、能力低下のため発電所は廃止となり、 発電機棟が変電所、ボイラー棟が資材倉庫となった。変電所として稼働し始めた際、500キロワット鉄装水銀整流機を増設し、仙田変電所は、倉下変電所より遠方制御を受けていた。1945年8月6日、広島市への原子爆弾投下により被爆。変電所及び資材倉庫は、 爆心地から約1.92キロメートルに位置し、爆風により屋根が吹き飛んだが、倒壊は免れた。木造の本社屋は半壊し、修理工場や車庫も倒壊し、多くの職員が亡くなった。ただ、仙田変電所の被害が軽かったこと、2日市変電所が無事だったことが、広電にとって幸いだった。当日の午後から職員及び軍関係者で復旧に、かかり、 3日後の8月9日には、恋から西天間町電停まで折り返し単線運転が再開した。これは途方に暮れる市民を大いに勇気づけた。戦後2頭とも改修されたが、変電所棟は今でも現役であり、急創小棟は現在は事務所棟として使用されている。 1991年には本社が建て替えられ、その後広島市により、本社前に原爆被災説明板が設置された。付近に広電系列のボーリング場、広電ボールが存在する。また、周辺には広島赤十字、原爆病院、広島大学東仙田キャンパス及び、専門学校もある。もともと、産業コカ・コーラボトリング本社もあった。 AB 郷土出版社保存版広島の陳陳電車 P228 ありがとうございます。